なんとなんと関西地区で大人気を誇る新快速列車に指定席座席がついたとのことで、ちょっとこれは行くしかないと、こんな感じで指定席券売機でこの A シートが購入できるようになっていました。乗車するのはここ京都駅から11時30分発姫路行き A シートが連結されているこの新快速列車ですね。去年の冬 A シートという新快速列車にその有料座席ができました。まあ、ざっくり言うと特急列車の普通車自由席みたいなやつが普通車とは別に別途500円を支払うことで乗れたんですね。去年の冬は A シート自体そんなに人乗っている感じではありませんでしたが、1年経った今関西の新快速のこの A シート、そして新しくできた A シートの指定席はどれくらいの人気なんでしょうかね。僕も楽しみ、久しぶりの新快速です。普通列車無課金で130キロを出す爆速の新快速、有料座席 A シートの文字もしっかりと書いてあります。ちょうどこの連結部分あたりですね、ちょうどこのボディのラインが異なっているのがわかるかと思います。濃い青色になっていますね。もともと普通車であった223系が改造されてこの A シートが付けられたわけなんですね。座席の上部ヘッドカバーにはリザーブド、指定席の文字があります。なかなかこうヘッドカバーに堂々と指定席って表記する列車少ないと思うんで、これなんか僕パッと見たら優先席だと勘違いしそうだなって思っちゃったんですけれど、もうすでに A シートっていう仕組みは1年以上前から存在しているんですが、割とまだ一般の乗客の方で間違って乗車されて、で車掌さんにあここ有料座席ですよって言って普通車に誘導される方ね、各駅でかなり多く見受けられましたね。もしかしたらまだこの A シートっていう仕組み自体はそんなに浸透していないのかもしれません。さあ京都駅を出発、ここから130キロ爆速の新快速の旅を楽しみたいと思います。お隣には117系、古い車両もまだまだ元気で京都地区では活躍をしています。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。おー、そして京都駅を出発するとすぐにこれ懐かしいなー、これ24系のこのトワイライトエクスプレスの客車がまだ存在しているんですね。そして手前には減便もいいところですよね。もう日中はほとんど走っていない関空特急の春香号も見受けられました。そして見る見るうちに加速をして120キロを突破、JR 東日本で関東圏で120キロ以上出す無課金で乗れる普通列車って存在しないんじゃないですかね。みんな最高速度120キロだった気がするんで、もうこの時点でめちゃくちゃ速い。そしてこの緑色のヘッドカバーがかぶせられている指定席座席はまだ試験的な導入なので、1の A 席から3の D 席の合計で12席の導入だったみたいですね。ただ指定席券売機で見た時とかってD 席の通路側は満席ってなってたんでね。で僕ちょうど三宮まで買いましたけれど満席表記出てたんで、まあそこそこかなという感じでも、満席すぎて座れないという感じではありませんでしたね。まだ余裕があります。120キロを超えてくるともうジョイント音の聞こえる感覚がめちゃくちゃ狭まってくるのがねよくわかりますね。関東民からするとこんなね常時130キロ弱ぐらい出すこんな新快速にタダで乗れて羨ましい限りですよ。この A シートの座席は前にもなんか動画で言ったと思うんですけれど、特急サンダーバード 6%1系とか 6%3系の自由席座席にそっくりっていうか、多分モケットそのままなんでしょうね。おそらく、それと同じ座席が用いられてるかと思います。デカデカとしていて分かりやすい表記ですよね、この指定席の表記。なんか JR 北海道とかで特急北斗とかそういった特急列車の女性専用席がこんな感じでヘッドレスト、ヘッドカバーのところに女性専用席みたいななんか書いてあったのを思い出しましたね。そしてこの関西地区のこの福々線の威力といったらすごいですよね。草津駅からそれから西明石の方まで日本一長い福々線、上り下りそれぞれ2本ずつあるんで、新快速はこの横のね普通列車、各駅停車タイプの列車をバンバン抜かしていく様子は本当にたまりません。爽快感マックスですね。仮にこの路線で普通列車、各駅停車タイプの電車に乗車をしていたとしても線路2本あるんで、新快速とかその速達タイプとは別の路線を走るんで、途中の駅でその新快速の通過待ちとかは行わなくて済むんで、これはね関西の路線の大きな魅力だなって思いましたけれどね。そしてこの新快速の A シートの車両は丸々半室とかではなくて丸々ここが1両 A シートになっていて、これ釣り革とか作る意味あんのかなって思いましたけれどね。ここもあり、ただ A シートって満席の場合って一応ねこの緑の座席ヘッドカバーより後ろのこの白い普通の座席に関しては自由席扱いなので、こうパッと乗車して500円ワンコイン払うだけで乗車することができるんで、立ち席になってしまう場合もあるみたいですね。なのでそういった方は釣り革のところに立つんでしょうかね。昔好きだった国鉄型のね1パー休憩とか特急型車両ってこういうの
のあったんですよね。前の座席のヘッドカバーのところに指定席券を入れるところがあって、まあ、こういうの昔ながらで、ね、懐かしいなと思っていたんですけれど、まさかこの新快速の A シートで新しい車両で見れるとは思ってもいませんでしたね。懐かしい。関西地区に総じて言えることだと思うんですけれど、本当にね、中心の京都駅とか新大阪駅とかちょっと離れただけで本当に田舎っぽい風景が広がっているんですね。もう景色のギャップが本当にすごい。それはね、あの関東にはない大きな魅力だと思います。さすがにこの上の新幹線にはかなわないけれど、でも京都と新大阪の移動とかだったら全然新幹線よりも、あのお金持ってる人でも新快速使うっていう人ざらにいそうですけれどね。所要時間は倍近く変わりますが、でも新幹線ホームに移動する時間とか、あとはバイくらいの値段かかることを考えると新快速で十分ですよね。ただ一つね、言うとしたら、この A シートの指定席ね、結構高いんですね。京都から今回は芦屋尼崎あたりで下車をしたんですが、ちょっと三宮まで間違って購入しちゃったんですけれど、840円一律で A シートの指定席はするんですね。そしてこれ明治の本社なんですかね、本社なんかわからないけれど、板チョコの建物がありますね。作るのにお金かかってそうですけれど、そう、話の続き、840円、そして自由席の A シートが500円なので、プラス加算340円なんですね。ちょっとそれだと長距離利用をしないともったいないかなっていう感じですよね。京都から大阪、新大阪までの、あの新幹線の特定特急券の料金が870円と、もうほとんどこの A シートの指定席座席と同じような感じなんで、まあなんか青春18切符とかで米原あたりから姫路までロングでがっつり移動するぜっていう場合は、これはね、指定席取っても全然ありかと思いますが、でも今回の僕みたいな京都三宮とかそんぐらいだったら、全然あの新幹線使った方がいいんじゃないかなとも思っちゃいましたけれど、京都から三宮の乗車だと、このお隣の各駅停車タイプの列車2回ぐらい抜くみたいですね。じわじわと差を縮めて、狙いを定めて、そして抜き去る。ただちょっと加速力の関係なのかな、なんかわからないけれど、この130キロの新快速様でも抜かれる時があるんですね。若干こう遅れ気味を、遅れを取っているような感じもしますけれど、まあ、ただ次の停車駅でお隣のやつ普通列車っていうのは停車をするんで、必ずね速度を緩める必要があります。なので大丈夫。長距離走のね1500m 走とか、あとは僕最近やった競馬とかもそうだったんですけれど、一番最初にねかっ飛ばしても、一番最後後の方に後半に勝負を持ってこないと意味がないんですね。さあ落ちてきた、疲れてきたんだろう君。さあさあ新快速の底力ですよ。こっちはこれから加速して、君が停車をする駅も通過するんだぞ。さあ無理は良くない。さあ颯爽と抜き去っていきました。さすが新快速ですね。ちなみにこの新快速が通過する一番端っこのホームっていうのも、あらかじめ停車しない駅にはこんな感じで柵が設けられている時が多いんですね。さあ尼崎駅に到着。やっぱりね、その誤って乗車をする人を防ぐためか、車掌さんが乗客一人一人に、こちらは有料座席です、こちらは有料座席ですと、もうね口を酸っぱくして言ってる様子がね見受けられました。今回乗ってみて A シート全体としての乗車率っていうのはまあまあありましたけれど、まあでも指定席座席に関してはまだ浸透していないのか分かりませんが、そこまでの乗車率ではありませんでしたね。おお、よく見たらヘッドマークついてますね。それでは今回もありがとうございました。